はい、レオンチャンネルです。ガッチャードに続いて、ブンブンジャーも、今年の日朝は情報解禁早いな。チラリとも出てきてないブンブンジャーの6人目解禁。しかも、新ロボ？これもさ、ブンブンさんみたいな、機械生命体が来てるんだけど、6人目は細部調べさん説を推してた僕としては、全くの新キャラは、ちょいと意外かな。とりあえず公式情報として、16話から登場するよってのが、もう言われてて、今週13話なので、3週間後に出てくると。ちょっとさ、解禁された情報で分かるところどんどん読み取っていこう。まず向かって左の追加メンバーがブンバイオレット、そのまんまで、相棒がビュンディーゼルビンディーゼルやん。アントニオ・バンデラスからのブンドリオ・ブンデラス、ビンディーゼルからのビュンディーゼルって言った。まあビンディーゼルって言ったらね、 YSP の主人公なので持ってくる名前としては納得感がありますが、まずブン・バイオレットがこの始末高くつくぞ、でビュンディーゼルがカオスが転がり出したようだな、でビュンディーゼルもバンバン喋るわけね。そしてバイオレットの方はホイール小さめの F1 カーのタイヤだ。ブンブンジャーはみんなドライバースーツというかレーシングスーツをモチーフとするスーツデザインなんだけど、今回はより F1 カー寄りだ。まずタイヤがさ、てか F1 カーのタイヤごつめ、ホイール小さめで、こういうね柄が入ってるんだけど、これをモチーフとしたタイヤ人間になってるわけね。タイヤメーカーロゴとかは入ってないか。パープルホイールがあって、それ以外の頭部は基本的にこれまでのブンブンジャーと同じような感じですが、もうブンブンジャーって書いてあるもんね。なのでまるでスポンサーみたいなノリでブンブンジャーのロゴが書いてあり、これまでのブンブンジャーはそういうさ、スポンサーロゴみたいな文字はなかったので、そういうところも F1 ドライバー的な雰囲気が感じるかな。バックルはこれまでの5人とまたちょっと違うね。一応シートベルトデザインなんでしょうか。スーパー戦隊というか普通に F1 ドライバーだよな。差し色にパープルベースに差し色にイエローが入ってて、これが今のところ変身アイテム的なものはどこかに装着してる感はありませんね。まあ、ブンオレンジ、ブンブラックも装着アイテムは直前まで隠されてましたので、ブレスレットタイプじゃないってことなのかな。そしてビンディーゼルから名前を取ってるであろうビュンディーゼル、こっちもさ、スポンサー名的な感じでブンブンジャーってもう肩に書いてあって、でスピードメーターがあって、ブンバイオレットもここのスピードメーター変わりませんからね。でもその上にブンブンジャーって書いてあるのかな。あとは下半身とかにもブンブンって書いてあり、これあれでしょう、絶対ブンブンさんみたいに巨大ロボ化してコアロボになるやつでしょ。あーほらそうだ、腕部分にジョイントあるもん。ブンブンカーの両腕にブンブンカーのジョイントがありますので、これは巨大ロボ、要は2号ロボとして大きなデラックス玩具で登場するんだ。腕だけ？ブンブンさんはね、この状態でも、要は人型サイズというかの状態でも足にジョイントがあるんだけど、これは足にジョイントありませんね。でここにタイヤがあって、ブンブンさんはブンブンジャーロボのトレーラー型に変形しますが、えこれなんだろう。順当に行くと、まあ、ヘルメットの形状から F1 カー？ F1 カーの割には全体的にごついけど、あとはブンブンジャーとはなんか違うマークがあるね。ヘルメットの横側に E の文字だ。あ、じゃあ F だ。F とヘルメットが一緒になってる。なので、また違う勢力なのか？でもまんまドライバーヘルメットだから、これが、あ、でも肩がリアウィングか。ここの辺リアウィングっぽいね。リアウィングになって、F1 カーになるかも。要は先週話題だったマッハルコンみたいな、こういう形になり得るんじゃない？このモードにもなるし、人型にもなって、さらに巨大ロボ化して腕に新たなウェポン装着ができるっていう。あとは合体ロボ時にこの辺の頭部が、要はバイザーが上がって、この辺のパーツも横にずれてロボ玩具前としたフェイスが出てくるとか、そんなギミックがあるんじゃないかな。ブンブンジャーロボみたいなコアロボとしてはおおよそこの形状なんじゃないかな。でもいいね、またこれでブンブンカーと組み合わせて武装チェンジが遊べそうな
デラックス玩具が追加されそう。でも6人目にバイオレットって結構レアだね。それ以外にも公式サイトでニュースが更新されてて、あ、もうドライバーというか変身者とか声優さんとかも公開されてるわけね。あ、花江さんじゃん、炭治郎だ。第16話より新キャラクターが登場決定、敵か味方か謎多き始末屋だって。どんな名前？ブンバイオレット、穂村咲人。あっ、なんかこれまでみたいに分かりやすいシフトミラーとかタイヤとかと同じような、あーでも分かった、サーキットでサキとか。ブンバイオレット穂村咲人役に宮沢優さんが決定、相棒のビュンディーゼルの声を超人気声優花井夏樹さんが担当で、この中の人宮沢優さんがカッシーンのさ、レジェンド編でカッシーンの隊長やってた方でしょ。つい最近見覚えありますよね。それがこれ服装変えて特徴的な部分カラーみたいなのも入ると、こんなヒーロー前とした見た目になるんすね。要は変身前からもうバイオレットなんだ。割と全身紫でさ、これまでのブンブンジャーからしてもだいぶシンプルめっすよね。本作でブンバイオレットを演じるのは人気若手俳優宮沢優、これがラストチャンスかもしれないという覚悟でオーディションに挑み、見事出演を決めた宮沢さんが演じるサキットは宇宙を股にかける始末屋、ライフラインの故障から政治のいざこざや子供の喧嘩まであらゆるトラブルの解決を図るトラブルシューターです。しかしトラブルの状況がこじれた状態をカオスと呼んでいて、楽しむ一面を持ち合わせています。もともと地球出身ですが、相棒のブンディーゼルとともに修羅場をくぐってきたサキトが十数年ぶり地球にやってきます。さらにサキトはブンブンコントローラーを使って、お、ブンブンコントローラー今のところ見えないね。ブンブンコントローラーを使ってブンバイオレットにチェンジするのですが、タイヤらブンブンジャーとは何かが違う。そしてサキトとビュンディの目的とは。サキトは心に大きな闇を抱えていて、それを拭おうと必死に生きていた不器用な人間だと思ってます。それゆえにいびつな人間形成から楽しさやワクワクすることを追求したり、自信過剰で上から目線、少し口が悪かったり、思ったことをすぐに口に出したりと普通の人間とは少しずれています。そんな中にも少し可愛げのあるキャラクターと分析するサキットにご注目ください。で、花江さんいつもの潜在写真プラスビュンディーゼルね。さっきの画像と特に印象変わんないかな。要は6月に登場するってことはデラックス玩具はもう来月出るんすね。そっか、ブンブンジャーロボの初期強化とか行く前にもう2号ロボ投入か。十数年ぶりに地球にやってきたサキットの相棒となるのがタイヤの相棒ブンドリオ・ブンデラスと同じ機械生命体型宇宙人ビュンディーゼル、通称ビュンディ。ビュンディはブンブンと同じ星出身で、かつてはビッグバングランプリ、お、出てきた、またビッグバングランプリのレーサーとして活躍していました。レーサーを引退した後は始末屋となり、サキトと出会って、サキトとは事態を引っかき回すサキトをたしなめながらも全面的な信頼を置く関係性。持ってもあったような口調が特徴的で、驚いたり感動したりするとビュンという口癖が飛び出すことも。サキトと2人でなぜかブンブンジャーを名乗って始末屋の活動をしているのですが、タイヤらと出会いで、あ、こっちもこっちでブンブンジャーを名乗ってんだって。ブンブンジャーに加入するっていうか、むしろこっちが最初のブンブンジャーなんじゃない。今のところ分かる情報はこんなところだけど、ブンブンコントローラーっていうぐらいだから、ハンドル型なのかな、レーサーっぽいいでたちを考えると。でもブンブンハンドルがすでに発売してるからね、ちょっと変身アイテムに関してはまだあえて謎だと思いますけども、数日すると6月に入りますので、多分そこで一気に情報解禁が来るんじゃないかなと。16話から登場する6人目の選手のブンバイオレット関連の情報が解禁されましたので、またこれは6月に入ればすぐおもちゃ情報が解禁されると思いますので、そちらで再度チェックしましょう。あ、そうだ、6月といえば最新話で登場したブンブンモンスターセット、最新話で登場したっていうか、もともとチラチラ一応本編では映ってたんだけど、ブンブンカーとして正式稼働されてなくって、それがシャーシローが作った AI を搭載することで投入することが可能になったっていうね。でしかもその AI がエンジンとかソースケと交流したことで仕上がったっていう、ゴーオンジャーとのエピソードも本編に生きてきてるっていうのが超いいと思います。しかもなんか怪獣型なんだって、ブンブンジャーロボモンスターっていう、こういう形状に変形する新たなブンブンジャーロボが、これが6月1日来週発売ですね。とりあえず6月分はここだけ解禁されております。またこの辺りも含めておもちゃの情報解禁待ちましょう。以上、レオンチャンネルでした。